ハーロー・カーティス・ハーロー・ハーバート・カーティスは、アメリカ合衆国の実業家である。1953年から1958年まで、ゼネラル・モーターズの最高責任者を務めた。20歳で、ゼネラル・モーターズに入社し、AC スパークプラグ部門を経て36歳で、同部門の責任者となり、大教皇の中で、同部門を黒字化させた。 GM のビューイック部門の責任者に抜擢され、1930年代にビューイックのラインを拡大し、黒字化を達成した。1948年に GM の副社長に就任し、1953年には GM の社長に就任した。カーティスの下で GM は莫大な利益を上げ、1年間で10億ドルの利益を上げた最初の企業となった。 1955年にはタイム誌のマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。カーティスは1893年8月15日にミシガン州ペトリビルで生まれた。父はマリオン・カーティス、母はメアリー・エレン・エックハートだった。ミシガン州イートン・ラピッツで育ち、イートン・ラピッツ高校に通った。学校が休みの間は代理上である父親の帳簿をつけたり、 毛織物工場で働いたりしていた。1914年にフェリスビジネスカレッジを卒業した。1914年に20歳でゼネラルモーターズに入社し、ミシガン州フリントに移った。最初の仕事は AC スパークプラグ部門の募金係だった。入社当時、会社の経理責任者との面接で、1年以内に自分が会計責任者になることを目標にしていると話した。 そして、21歳の若さで AC スパークプラグ部門の経理責任者に就任した。カーティスは、帳簿だけではなく、工場を見て回り、その数字が人や設備にとって、どのような意味を持っているのかを調べた。一次陸軍に所属していた時期もあったが、AC スパークプラグ部門に戻り、1923年には副部門長、1929年には部門長に就任した。 他の部門が大強行で苦戦する中、カーティスの AC スパークプラグ部門は拡大していった。GM のビューイック部門は大強行で大変苦戦していた。カーティスによると、生産量は1926年の17%にとどまっていた。カーティスは、ビューイックの責任者に就任すると、すぐに組織を刷新し、マスターシックススタンダードシックスという新車を販売した。また、 ビュイック専用のディーラー網を構築した。カーティスは、ビュイックを第4位のベストセラーカーラインに育て上げた。第2次世界大戦中、ビュイック部門は、航空機のエンジンを効率よく生産していたため、陸軍はカーティスを将軍にすることを検討したが、彼はそれを拒否した。1946年、GM 社長のチャールズ・アーウィン・ウィルソンから、自身の右腕となる、副社長の地位を提示されたが、 カーティスは、再びラインからビューイックが流れ出すのを見てからにしたいと、言って辞退した。1948年、ウィルソンはカーティスに再び副社長の座を提示し、彼はそれを受け入れた。カーティスは副社長として、それまでのどの副社長よりも大きな権限を持っていた。彼は、すべてのスタッフの問題を担当していた。1953年、 ドワイト・アイゼンハワー大統領がウィルソンを国防長官に任命したため、ウィルソンは退任した。GM の取締役会は、ウィルソンの後任として、カーティスを指名した。カーティスは、GM の伝統である部門長の実質的な独立性を保っていた。しかし、1953年、GM のアリソン部門が低迷していたため、カーティスは、個人的に同部門の運営に携わり、 プラットホイットニー社との競争力を高めるために新しいエンジンの大規模な投資のための資金を調達した。1955年にはイースタイ航空のエディー・リッケンバッカーがこの新しいエンジンを大量に注文した。社長に就任してからの2年間、カーティスは2度の外国出張を経験し、その度に数百万ドルもの決済をその場で決断を下した。 カーティスが GM に就任した当初は景気交代が懸念されていた。1954年2月、景気の低迷が続く中で、カーティスは来たるべき好景気を見越して、10億ドルを投じて工場や設備を拡張することを発表した。これにより、他の企業の設備投資が活発化し、経済の回復を後押しした。フォードもまた10億ドルの投資を発表し、それに続いて、 クライスラーも5億ドルの計画を発表した。一方、カーティスは追加の2億ドルの計画を発表した。カーティスは景気が回復することを見越して、それに備えていたのである。1955年、GM は500万台の自動車を販売し、1年で10億ドルを稼いだ初めての企業となった。1955年、カーティスはタイム誌のマンオブザイヤーに選ばれた。 その理由は必要とされる仕事の中でアメリカのビジネス界のリーダーとしての責任を引き受けたというものだった。カーティスはゼネラルモーターズは常にリードしなければならないと言っていた。社長在任中、ミシガン州フリントの自宅に帰るのは週末だけで平日は GM 本社に残っていたという。1956年にはさらに10億ドルを 設備投資に充てる計画を発表したが、これは一つの企業が1年間に投資した金額としては最大のものだった。カーティス個人の収入はピーク時には年間80万ドルに達していた。1971年には自動車電動の電動入りを果たした。1958年8月31日、カーティスは65歳で社長を引退した。 その後も GM の取締役として活動した。1959年、カナダでカモガリをしている時に GM の元副社長ハリー・ W ・アンダーソンを誤射し、アンダーソンは死亡した。カーティスは生涯フリントに居住していた。1962年、フリントの自宅で心臓発作と思われる症状により69歳で亡くなった。遺体は プリントのグレンウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。